やハロー、どうもおはようございます。アニメリアクション部員ことマジャドキハマーです。現在2023年の12月23日土曜午前10時44分ですね。はい、今日は、今月3本しかない仕事の2本目、4時には家出ます。はい、で今彼女はゴブリンスレイヤー2の最終回ですね、見終えてアップロードしてもう一回見ながら感想を話しまとめたんで、いよいよ最終回ですね。彼女も彼女シーズン2の12話、トータルの24話ですね。アベマ TV で見ていきます。はい、まず軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人パフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から8日目覚ましテレビ生放送、そして深田恭子さんと CM 共演まだ果たしております。そしてアニメリアクターもやってますが、アニメリアクターとしては投稿本数は多分日本一、間違いなく日本一が再生数の低さです。はい、もうこれになってずっとメンタルこの頃なんですけども、一日も休まずリアクション投稿し続けてますんでね、諦めてません。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。なおアニメ本編は流れませんので、ご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいたのちにリアクションだけを確認ということでお願いします。行きましょう。3、2、1、スタート。さあ、シノは果たしてねどうなのか。あ、オープニングなし。前回は累戦崩壊しましたからね。ミリカが止めるとは思うんやけど、挑発する。ミリカいちいちおもろいな。ああ、消去した。ミリカの株が爆上がりですね。お。あ、ここにいるぞ。お。私本当いい女交換。ああ、ほんまや、交換ダップでいい女や。マジでミリカいいね。
そうですね。もう前回の喧嘩良かったよな。ついに言うか。いや降ったってことだね、これ。いや、やばい、彼女の決意。そして、あ、ついにサブタイトルが100倍ぐらい早くやられたな。いや、これはやばい、これはやばい。ああ、なんという美しい友情なんや。もう荷物まとめてるやん、あの後ろ。
ええとか食べて、わかったわもんな。おお、そうなるのかな。おお、リボンをつける。お酒の感動シーンはどないなんね。あ、いや。おお。マジ？行っちゃった。二股でも付き合いたいと言った子。あ、おる。あ、違うか。あれ？
そう、あ、そうかそうかそうか、一緒に住んでたな、連載その間は。ドキドキドキ。エロいな 大人、おー そうはならんやろ それわかる。下座。キスの、そうね。これは言われへんのちゃう？全裸でキスやもんね。先より先にしてるからね。全裸で 全裸でおしゃおしゃね これでアッパーか これが次回予告で映ってたアッパーは
ゴスゴスゴス。ムニュルルル。見るか。そうなの、渚だけできてないよな。メイドビキニ。プルプルプどうだ、これミリカナリの後押しじゃないのこれ。どこが目合いね。ああアナウンス、ああこのまま行ってまう？ああ、終わりか。おりゃな、終わったな。はい、じゃあもうこの急になんか飛び込んでくるおすすめやめてくれへんから、めっちゃ邪魔やわ。はい、ということでね、まあ今週も見事累戦崩壊となりました。いや、美しい友情やったわ。あとやっぱミリカの株がね上がったね、自分で言ってたけど。ああ渡していい、好感度アップ、渡していい女だな。だけどね、まあいい感じに死のをこうまあ励ましてというか、まあ鼓舞してというかね。いや、ちょっとあのね、直哉の写真を消して、こう、リボンを投げようとして投げられへん。なんといじらしい姿か。ね、ずっと泣きながらね。まあ、さらにミリカが直哉たちを呼び、まあ、ついにね、まあ、気持ちを打ち明けたわけやけども、もう気づけなくてごめんって、もうあの、泣きながらね、抱き合う姿は、もうあれはあかんよ。このアニメであれはもう、ただの反則ですわ。いやー、やけどもね、まあシノは結果的に、ちゃんとね、向井君と二人でこう言いたかったのって改めてもう一回ね告白して好きなところを言って、
ただ二股だけは嫌いやけどってね。まあその上で二人を幸せにできなかったらって言ったっけな。私にも可能性はあるのかなという感じでやったけど、まあまあ二人を幸せにした後にさらにみたいないう感じでね、もう志乃の諦めない姿っていうのはまあ非常になんていうかね、いじらしくて結構好きなキャラになったね志乃も。まあまあまああとはもう後半はおもろかったよね。またね後半は面白かった。まさかね何動揺を隠せない直江と咲がね、もうずっと動揺した顔のまま帰って、ほんなら今度ドキドキモードの志乃がお菓子作って待っててね、で勉強を教えるわってところからまあいろいろあったけれども、まあ結果的にね最終的に渚自分だけがキスしてないというのが分かって闇落ち、それをまあ励ますというね、まあいい終わり方だったかな。だからまあもちろんこれは終わるわけないからね、3期来てほしいな。まあ1期はもうリアクション全滅してるんでね、残ってませんけども、あ違う違う、夏アニメやったから8話から残ってんのか、8話からは残ってます、2021年のね。だからちょっとねぜひ3期来てほしいね。これほんまにどういう結末なのかが全く読めないんでね。はい、まあということで、まあ最終回も見事涙腺崩壊で、まあミリカの株もね、自分はアップかな、今んとこミリカかな、好きな名言もあったしね。だミリカの姿勢というのが素晴らしい、ほんまにその諦めへんっていうね姿勢がマジで素晴らしいんでね、今んとこミリカが一番自分の中で推しかな、って感じです。はい、ということで3期ね、待ちたいと思います。あってほしいな制作決定の発表をね、すぐ来てほしい。はい、ってことで彼女も彼女もシーズン2の、12話トータルの24話最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するので興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、率直子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在はコロナの影響で約3年10ヶ月にわたって仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひとも応援をいただきたいので、説明文に URL を貼ってます。ぜひクリックの上、チャンネル登録、応援お願いします。そして深田恭子さんとずはこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1367日目、長い。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月25日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナで一気に仕事がなくなり、アニメのリアクションをスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までの、リアクション動画、自ら出て削除させられました。そんな地獄を乗り越えたものの、再生数の低さ、チャンネル登録の、のみなさにもうずっとメンタル粉々の状態。しかし、やっぱりね、やればできる、諦めない、伝えたいと思って、一日も休まずリアクションを続け、動画投稿を続け、そして、誰も聞いていないだろう、この自己紹介ずっと言い続けてますんで、ここまで聞いたって方がいれば、ぜひ、高評価だけでもいいんで、お願いします。以上、アニメリアクション2ことマネージャー的にハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。